2023年1月2日のイギリス国防省による報告によると、2022年末から東部ドンバス地方ルハンシク州クレミンナの北方で幹線道路である P66 をめぐって、ウクライナ軍とロシア軍が激しい戦闘を続けているとされているよ。ルハンシク州は2022年9月にロシアのプーチン大統領が一方的に併合を宣言したウクライナ4州の中で、唯一ほぼ全土をロシア軍が制圧していた州であったが、9月から始まったウクライナ軍の反攻によってじりじりと奪還される地域が広げられていたな。もう戦いが始まってから1年が経とうとしているのに、相変わらず激戦を続けているんだね。どちらの兵たちも、早く戦いが終わることを切に願っているだろうね。さて今回は、幹線道路の争奪戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍が侵略開始当初に目論んだ首都キーウ攻略に失敗して撤退し、部隊を再編させた上で開始された4月18日のドンバス攻勢以降、東部戦線に兵力を集中させたロシア軍がルハンシク州全土を制圧して西隣のハルキウ州に侵攻していたんだけど、西側諸国の支援を受けて体制を整え直したウクライナ軍の反転攻勢によってハルキウ州を奪還され、ルハンシク州内への進軍を許してしまったよ。ウクライナ軍はスバトボから南のクレミンナにかけて P66 を抑える戦略に出て、クレミンナへの攻勢をかけるが12月にはロシア軍も大量の予備兵と装備をクレミンナ周辺の戦線に投入して、激しい戦いが繰り広げられていたんだ。12月28日、ルハンシク州のハイダイ知事はクレミンナの戦況について触れ、同市内にあったロシア軍司令部が移動し、市内のロシアの民間人全員が退去したとして SNS に報告していたね。クレミンナは人口1万8000人ほどの小さな町だったんだけど、北はスバトボ、東はウクライナ軍が支配するスラビャンスク・クラマトルスク、そして西はセベロドネツク・リシチャンシクにつながる幹線道と鉄道交通の要衝であり、ロシア軍がロシア領南部のベルゴロド州から半年間もの間激戦が続くドネツク州バフムートへの重要な補給拠点であることから、両軍による争奪戦が繰り広げられているよ。ルハンシク州の戦線でウクライナ軍の主力になっているのは、2022年2月24日の侵略戦争が始まって以来ずっとハルキウ州で戦い続けている歴戦の第92独立機械化旅団で、5月6日にウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領から勲章を授与されている栄光の旅団として有名だね。この第92独立機械化旅団はウクライナ軍の主力戦車である T64 戦車で編成された2個戦車大隊と、新型の BTR4 装輪装甲車が配備された2個歩兵大隊各大隊は兵士400人と40台の装甲車で編成に加えて砲兵、地対空ミサイル大隊、工兵、その他支援兵で構成されていて、侵略開始時からハルキウ州の州都でウクライナ第2の都市ハルキウ市の防衛に当たっていたんだ。2022年9月上旬には、ウクライナ軍の反転攻勢作戦に投入され、第25独立空挺旅団第80独立空中強襲旅団などと合同で東部ハルキウ州バラクリア方面から、ロシア軍に攻勢を仕掛けて敗走させ、同州の大部分を奪還して解放に成功したネリ度の高い精鋭部隊だよ。その精鋭部隊に対抗しているロシア軍部隊はといえば、ほとんどが2022年9月にロシアのウラジーミル・プーチン大統領が発令した部分的動員令によって招集された予備役動員兵であり、彼らは満足な訓練を受けることなく、旧式で不完全な装備を持たされて配属されただけでなく、その指揮系統も混乱したまま最前線に投入されたんだ。彼らを指揮する司令部は、戦意が薄く士気が低い予備役動員兵脱走の脱走やウクライナ軍への投降を阻止するために、彼らの背後に特戦隊を配置して交代しようとする動員兵を処刑して、強引にウクライナ軍に突撃させてその損害をいたずらに拡大させた挙句に、司令部を配置していたクレミンナから安全な後方の地域に交代していたとの情報が、ルハンシク州のハイダイ知事から伝えられているぜ。動員された兵たちには同情の念を抱かざるを得ないよ。
イギリス国防省やアメリカのシンクタンク戦争研究所などから発信される情報からは、ウクライナ軍がすでにクレミンナからバフムートの間で数カ所において P66 を超えて、さらに東側の地域に進出している様子が示唆されていて、P66 がすでにロシア軍の補給路として機能していない可能性が高いとの見方が広がっているよ。ハイダイ知事によると、この先のウクライナ軍の戦略については2つの選択肢があるんだって。1つ目はドールハンシク州の前線への後方支援拠点であるスタロビルスクを奪還する作戦で、同志を抑えることでここからルハンシク州全体のロシア軍兵站拠点を砲撃で制圧できるとしていて、ロシア軍が兵員や装備を移動させることができなくなるだろうと述べているよ。また、二つ目の戦略としては、クレミンナの南東アルルビージュネからセベロドネツク市へ前進して奪還することを挙げていて、この動きによってルハンスク州に隣接するドネツク州バフムート攻略に当たっているロシア軍を二分して、戦力を削ぐことがすることが可能であるとして、ウクライナ軍のバフムート防衛がより容易になるとしているんだ。ハイダイ知事が最初に挙げたスバトボの東にあるスタロビルスク奪還については、懐疑的な見方をする軍事ジャーナリストが多く、その理由としてロシア軍が自国領のベルゴロド州からスバトボを経てクレミンナを結ぶラインの東側に、竜の歯と呼ばれる対戦車防衛線と塹壕による防衛線を構築したことを挙げているぜ。竜の歯とは無限軌道のキャタピラーにより道路以外の不整地でも、移動可能な戦車の動きを止めるために考え出された人工の障害物で、鉄筋コンクリートなどで作られたテトラポッドのような三角錐や四角錐の障害物を、敵の進撃軸に対して縦に数列密に並べた上で横に長く線状に並べたものだな。戦車は不整地を自由に動き回れるけど、小川や塹壕などを乗り越えることが難しいという弱点を踏まえて考え出されたもので、戦車がこの三角錐や四角錐を乗り越えようとすれば、底部が先端部に乗り上げてしまうようになって身動きが取れなくなるんだ。この三角錐や四角錐を戦車が突撃してくる方向から次第に高くなるように縦に4から5列ほど敷き詰めて、それらを横に広く並べた様子がまるで竜の歯のように見えることからその名が付けられたみたい。ウクライナ軍がスバトボを奪還したとしても、その先にこの竜の歯があるために機械化旅団の進撃が阻まれ、これを突破するには相当の損害を覚悟する必要があると見られているね。また、スタロビルスクは東側でロシア領の南端と接していて、ロシア国内からの補給が容易であり、仮にウクライナ軍が奪還したとしてもロシア軍は大量の増援を送り込むことが可能で、進駐するウクライナ軍には苦戦が予想されるだけでなく、もともと親ロシア派が多い土地柄であることから、逆にウクライナ軍へのパルチザンが発生する可能性があるんだって。それらのことからウクライナ軍がクレミンナを奪還した後は、そのまま P66 に沿ってルビージュネからセベロドネツクとリシチャンシクの、奪還に向かうであろうとの見方をする専門家が多いな。ルハンシク州の北部については奪還したスバトボを拠点として、ロシア軍が構築した竜の歯などの防衛陣地を逆に利用して東からのロシア軍を防ぎ、セベロドネツクとリシチャンシクを奪還してバフムートを包囲しようとしているロシア軍を背後から攻めて、バフムートを防衛しているウクライナ軍部隊とこうして挟撃するのが現実的だろうね。ロシア側がバフムートに執着していることについては様々な憶測が出ているが、西側の軍事専門家などの間では現状で要衝としての存在価値は低いとする見方が多く、仮にロシア軍が占領に成功したとしてもその先、ウクライナ側が支配しているスラビャンスクやクラマトルスクなどを占領する余力はないと指摘されているみたい。ロシア軍がバフムートを制圧したとしても、プーチン大統領がロシア国民に喧伝して支持を高めることぐらいの効果しか得られないとされ、そのために失うであろう数万のロシアの若者たちの命とは釣り合わないであろうと言われているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争は、国土の広さや人口の差と軍事力の圧倒的な差によって短期間で決着がつくと見られていたが、
アメリカやイギリスなど北大西洋条約機構 NATO や、ロシアの軍事力を脅威と感じる周辺国の支援によってウクライナ軍が前線しており、あと1ヶ月で丸1年を迎えるよ。当初は戦いがここまで長引くとは誰も予想できなかっただろうね。各国が正しはウクライナにあると悟り、後ろ盾になったことで前線することができたわけだな。さて今回は、ウクライナ軍の次の反攻地点について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これまでのウクライナ国内における戦闘は、主に以前からウクライナからの独立を目指す新ロシア派武装勢力が、拠点を構える東部ドンバス地方のルハンシク州及びドネツク州がある東部戦線と、ウクライナ最大の原子力発電所があるザポリージャ州に2014年にロシアが一方的に併合した、クリミア半島とつながるヘルソン州などの南部戦線で展開されていて、現在は厳冬期を迎えてやや膠着状態にあるものの、ドネツク州バフムートなどでは激戦が続いているんだ。ウクライナに南アズマ北の3方向から侵攻したロシア軍は、侵略開始当初の数週間こそ防衛線を張るウクライナ軍を次々に撃破して、東部戦線ではルハンシク州のほぼ全域を制圧してからさらに西のハルキウ州の州都ハルキウ市に迫り、南部戦線ではクリミア半島から侵攻した部隊が北上してザポリージャ州のメリトポリーなんと、ヘルソン州の大部分を占領してムイコラーユ州から南部最大の港湾都市オデーサ攻略を見据え、そして北部ではベラルーシの協力を得て国境に近い首都キーウを包囲するまでに至ったよ。しかし、ウクライナ軍は西側諸国による最新兵器の供与などの支援によって軍を立て直し、巧みな戦術を駆使し、さらにロシア軍が犯した様々なミスに乗じて、東部戦線では9月に大反攻作戦を展開してハルキウ州をほぼ奪還し、11月には南部戦線でヘルソン州の州都ヘルソン市を奪還するなど、侵略によって占領された領土の 40% をこれまでに奪還したぜ。その後は天候不順によって地面がぬかるんだこともあって両軍ともに動きが鈍くなり膠着状態となっていたが、冬を迎えてぬかるみが凍ることによって戦車などの戦闘車両が移動できるようになるため、再び両軍ともに動き出すと見られているな。ロシア軍は昨年9月に部分的動員令を発令して予備役30万人を招集していて、その後の通常の徴兵によって集めた兵士と合わせて15万人から20万人が訓練を終えて最前線に配置されるものと見られているが、ロシアのプーチン大統領は未だに動員完了の手続きを取っておらず、動員対象を広げるための法改正も行っているなどしていて、西側諸国のメディアでは冬の間にさらに動員をかけて最大で50万人規模の新兵力を得ようとするのではないかとの見方も出ているね。また満足な教育も受けれずに犠牲になっていくのかな。本当に嘆かわしいことだよ。ウクライナ側では領土奪還を進めながらも、兵力を増強したロシア軍による攻勢を警戒しているが、特にここ数ヶ月は北のベラルーシ国内において駐留しているロシア軍の動きが活発になっていて、ウクライナ側では再び首都キーウ攻略を狙ってくるのではないかと警戒する声が高まっているよ。ロシア軍が再び首都キーウを狙って動き出すとする説の根拠は、現在の東部戦線や南部戦線のウクライナ軍部隊は西側諸国から供与された最新兵器を、使いこなしているだけでなく戦闘における練度が高く、そこに招集したばかりの新兵を投入したとしても、これまでのようにいたずらに兵を死傷させるだけとなって戦線を挽回することは難しいとしていて、それであれば練度が低い新兵20万人を、どれほど犠牲が出ようともただひたすらキーウに向けて進軍させ、首都を陥落させることでプーチン大統領が勝利宣言をできるとの見方にあるね。要するに現在のロシア軍の戦力ではウクライナ全土を制圧するのが困難として、首都を陥落させることでウクライナを降伏させることができるというわけだな。その場合、ロシア軍は現在東部戦線のバフムートで行っているように練度も士気も低い動員兵部隊をウクライナ軍にぶつけ、それが全滅したらまた次の動員兵部隊をぶつけることを繰り返し、動員兵が逃亡したりウクライナ軍に投降したりしないように後方に特戦隊を配置して、
脱走兵を射殺することで動員兵をウクライナ軍に突撃するより他にない状況に追い込むであろうと見られているぜ。そして、ウクライナ軍が疲弊したところにネリドの高い正規軍部隊を投入する戦術を取るであろうことから、バフムート以上に動員兵の戦死傷者数が増えるとされているものの、兵士は畑から取れるとの思想があると言われるロシア軍であるため、プーチン大統領をはじめとして軍上層部は動員兵がどれほど損害をかぶろうともまた補充すれば良い程度にしか考えず、キーウを陥落させるまで攻撃の手を緩めることはないと見られているってわけだね。ウクライナ軍としてはロシア軍の動員兵が最前線に投入される前に動き出して、少しでも領土を奪還しておきたいところであろうが、首都キーウ防衛のために北方のベラルーシとの国境防衛に兵力を割かねばならず、西側から供与された各種の最新鋭兵器をこの方面にも割り当てる必要があり、広大な戦線すべてにおいて攻勢をかけることは難しいんだ。また、兵士が畑で取れるロシアと違いって人口が少ないウクライナでは、NATO が軍事介入しない以上は兵の消耗を避けなければならず、膠着状態になっている前線において守るべき地域では防衛に徹し、一点集中で反攻に出るのが上策であろうと考えられるよ。それらのことからこれまでにいくつか指摘されている反攻地点のうちで有力なのは、南部戦線においてドニプロ川のトカを避けてザポリージャ方面から南のメリトポリに向けて進撃する作戦で、メリトポリを奪還した後はそのままアゾフ海沿岸まで進撃を続けて、ロシア本国とヘルソン州からクリミア半島を結ぶロシア軍の補給線を遮断することではないかとする声が多いみたい。そして、さらに南下してヘルソン州全土の奪還が叶えば、2014年に一方的にロシアに奪われたクリミア半島の奪還までを視野に入れることが可能となるね。西側の軍事専門家の間には、ウクライナ軍にとってアメリカが新たに供与を検討している高機動ロケット砲システム、ハイマースで使用することができる長射程のロケット弾 GLSDB が、クリミア半島奪還の決め手となるとの見方があるんだって。GLSDB について詳しく、GLSDB とはグラウンドランチとスモールダイアメターボムの略称で、日本語では地上発射型小直径爆弾と訳されているが、この兵器は航空機から投下する爆弾ではなくロケット推進によって自ら飛翔するロケット弾のことだね。爆弾と呼ばれている理由は、弾頭に GBU-39SDB スモールダイアメターボム小直径爆弾、という航空機から投下される GPS 精密誘導滑空爆弾を使用しているためであり、これを弾頭にしてハイマースや M207 などのマースで使用する M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせて発射されるので、正式には航空爆弾ではなくロケット弾として分類されているよ。GBU-39SDB は重量約 128kg、 長さ 1.8 メートル、幅 190mm で、アメリカのボーイング社によって開発され、航空機から投下後折りたたみの翼を展開して滑空し、GPS による精密誘導で目標を攻撃する爆弾で、速度の遅い滑空弾ではあるものの厚さ1ムの鉄筋コンクリートを貫通する威力があるんだ。GLSDB はボーイング社とスウェーデンのサーブ社によって2019年に共同開発され、サーブ社が弾頭とロケットエンジン部分の接合部分の設計を担当したとされているね。ウクライナ軍にこの GLSDB が供与された場合、ヘルソン州のアゾフ海沿岸の奪還に成功すればそこからクリミア半島とロシア南部を結ぶクリミア大橋が射程に入ることになり、橋を落とすことでクリミア半島への陸路による補給路を遮断することができるぜ。すなわちクリミア半島を直接攻撃せずとも兵糧攻めにより、半島内のロシア軍を降伏に追い込むことが可能となるため、ウクライナ側では GLSDB の供与を心待ちにしていると見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW が11月27日に南部ヘルソン州における戦況分析を発表し、ロシア軍がドニプロ川ドニエプル川東岸にウクライナ軍がトカ作戦を仕掛けることを想定して、トカを阻止することは難しいとして塹壕などを掘って備えていると発表したみたい。
レポート内ではウクライナ軍が盛んに調査を進めているとされている。ドニプロ川河口にあるキンバーン半島上陸からの反攻も警戒しており、防ぎきれない場合を想定してクリミア半島北部の陸続きとなっている地域に塹壕を掘るなどして防衛線を構築しているとしているね。そうだね。さて今回は、ロシア軍がドニプロ川東岸に塹壕を構築していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍がヘルソン州のドニプロ川東岸地域をウクライナ軍に奪還されることで、クリミア半島への補給路は東端のケルチとロシア本土南部アルタマン半島とを結ぶクリミア大橋だけになり、その橋を攻撃された場合は回路による補給路しかなくなるため、ロシア軍にとってヘルソン州のドニプロ川東岸は絶対に死守しなければならない地域であるけど、これらのことから判断してロシア軍はヘルソン州の防衛が難しいと見ているのではないかとの見方が広がっているみたい。また、キンバーン半島へのウクライナ軍上陸については、現時点で確認できる情報がなく、ウクライナ兵の上陸が真実であったとしても単なる威力偵察であった可能性もあると見られているが、キンバーン半島から 5km ほどを隔てた対岸にある、ムイコラーユ州オチャコフにはウクライナ海軍基地があり、2022年6月下旬にはドニプロ川に小艦隊を編成して配備したとの発表があるよ。かつてのウクライナ海軍では、水陸両用作戦の際に必要不可欠な大型揚陸艦2隻、中型揚陸艦1隻、小型揚陸艦5隻を保有していたが、その後2014年のクリミア危機でセバストポリがロシア軍に接収されて以降はどれだけの艦艇を保有していて、稼働状態にあるのかについてはほとんど情報がないんだって。ただ、現在のウクライナ海軍に大部隊を輸送する能力がないとしても、キンバーン半島防衛のために配属されているロシア軍に対して対岸から猛烈な砲撃を浴びせ、後方補給路を遮断することで橋頭砲を確保するのは難しいことではなく、主力部隊を貨物船などで輸送することも可能との指摘もあるよ。その一方で、ウクライナ軍がすでにドニプロ川東岸に溶かしている可能性を示す情報も出ていて、ヘルソン州オレシキーのリシク市長が14日に、ドニエプル川東岸に位置するオレシキーを解放したと思わせるような画像をテレグラムや、Facebook に投稿したことで西側メディアの注目を集めていたが、ヘルソン州議会のセルヒー・クラン副議長が東岸のオレシキーのみならず、ヘルソン市の上流約 60km にあって水力発電所とそのダム及び橋梁があるノーバカホフカとカホフカの解放に言及したことで、ドニエプル川東岸にウクライナ軍が溶かした可能性があるとの噂が広まっているみたいだね。ウクライナ国防安保委員会のダニロフ氏は11月14日夜のテレビ番組へ出演した際、司会者からオレシキー解放が真実か?と尋ねられた際に否定も肯定もせず、ウクライナ軍参謀本部の公式発表を待ってほしいと述べており、これら情報の一切についてウクライナ軍が、東部ハルキウ州奪還作戦の時のように報道管制を敷いていると見られ、ウクライナ軍参謀本部などから突然ヘルソン州奪還との劇的な発表があるかもしれないとの憶測も出ているらしいよ。また、戦術したヘルソン市の対岸、ドニプロ川東岸のオレシキーをウクライナ軍が奪還して解放したことが事実であれば、ここを抑えたことで、ウクライナ軍はアントノフスキー橋の修復か、あるいは橋桁などを利用した浮き橋やフェリーポイントを設定することが可能となり、現時点で精密誘導ミサイルの在庫の枯渇が報じられているロシア軍がこれらを攻撃するのは難しいと見られているぜ。ロシア軍がウクライナ軍のドニプロ川とかを防ぐ唯一の手立ては、上流のノーバカホフカにある水力発電所のための巨大なダムを破壊して、カホフカ貯水湖の大量の貯水を一気に流すことで下流の大洪水を引き起こすことであったらしいな。これについてはウクライナ側も警戒を強めており、ゼレンスキー大統領もロシアの新たなテロ攻撃を防ぐために、世界中の誰もが協力かつ迅速な行動を取る必要があるとして、ダムを破壊すれば大規模な災害を引き起こすと訴え、ロシア軍によるダム破壊は大量破壊兵器の使用と同様とみなされるとして国際社会にロシア軍によるダム破壊を阻止させるように働きかけているんだよ。
ダムが破壊されたら大洪水が起きて大規模な災害が引き起こるとなればどうにかしてでもダム破壊は阻止したいよね。また、ノーバカホフカに関してウクライナ側のパルチザンがロシア軍がノーバカホフカから、占領行政の関係者や協力者などをすべて連れ出したとの報告をしたと伝わっており、オレシキーに続きノーバカホフカもロシア軍が事実上放棄したことが事実であれば、ウクライナ軍はノーバカホフカのダム上にかかる橋梁を修復して西と北からヘルソン州のドニプロ川東岸地域に進撃することが可能となるな。これらの動きついては西側諸国の衛星画像で簡単に判別できるはずであるが、これまでのところ衛星画像で動静を伝える報道がないぜ。ウクライナはこのところ天候不順が続いていてぬかるみが発生しており、このために両軍ともに動きが取れないのではないかとの見方もある中で、実は衛星画像などの発表をウクライナ側が統制をかけている可能性もまた否定できないんだよ。さらに一方で、イギリス国防省が11月28日に、ウクライナ軍によって解放されたヘルソン市は、ドニプロ川東岸の後方に下がったとされるロシア軍砲兵部隊の射程距離のうちに収まっているため非常に脆弱で、毎日激しい砲撃を受けていると指摘しているのであるが、ロシア軍の 152mm 榴弾砲の通常砲弾による砲撃であれば、ウクライナ軍が供与されているアメリカをはじめとする、北大西洋条約機構NATO各国の 155mm 榴弾砲の通常砲弾で届く範囲でもあり、一方的に砲撃を受けているとのイギリス国防省の発表に疑問を呈する声もあるみたい。ウクライナ政府は解放したばかりのヘルソン州はロシア軍によってありとあらゆるインフラを破壊されていて、暖房を供給できないという理由で残っている住民の避難を開始しているとされ、ウクライナ軍は激しい戦闘が想定されているドニプロ川沿いの地域を無人化しておき、住民の被害を最小限にしようとしている動きではないかと見られているぜ。ヘルソン市に限らず、ロシア軍は10月以降ウクライナ国民の戦意を削ぐ目的で、ウクライナ全土への民間インフラ施設への大規模攻撃を継続していて、電力これから厳しい冬を迎えるウクライナ全土において 30% の電力不足の状態となっており、各都市では計画停電などが実施されているらしいな。このことへの対策として、アメリカ国務省が11月29日にウクライナに対して、5300万ドル約73億円のインフラ整備支援などエネルギー安全保障に関する支援を行うと発表したんだって。これは、ルーマニアで開催された G7 主要7カ国会議の外相会談において、アメリカのブリンケン国務長官が表明したもので、具体的には電気インフラ整備に必須な変圧器やブレーカー、そのための車両などを提供するということだとされているみたい。このような状況下においてゼレンスキー大統領は国民に対して、テロリストであるロシア軍が新たな攻撃を計画しているのは確実で、彼らはミサイルを手にしている限り、残念だが攻撃をやめることはないと指摘したよ。そして、寒さが厳しくなるこれからはこれまでと同様かそれ以上に厳しいものになるとし、互いに支え合って団結するよう促したみたいだね。その一方でウクライナの寒さはウクライナ側に有利に働くとの見方もあり、イギリスのこと専門家マイケル・クラーク氏は、氷点下の気温が続き地面が凍ると、塹壕にいる兵士には凍死者が出るとし、西側諸国の支援でより良い装備を持ち、良い食料を得られるウクライナ部隊の方が、ロシア軍より有利となるとの予想を示しているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在最も激しい戦闘が繰り広げられる東部戦線だけど、南部戦線においてもメルトポリでロシア占領地にて大爆発が起きており、ウクライナ軍の反転攻勢が繰り広げられているよ。1月に入って冬将軍が来ると戦闘が膠着状態になると予想されていたが、ウクライナ軍は、ここでももう反撃に出ているな。さすがに寄せ集めの動員兵では、冬将軍に打ち勝つことはできないよね。そうだね。さて今回は、この南部メルトポリで起きた大爆発と 54% の領土奪還劇について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
年も明けてロシアのウクライナ侵略は間もなく11ヶ月目に入ろうとしているんだけど、アメリカをはじめとする NATO 加盟諸国の支援によって立て直したウクライナ軍が、9月から東部戦線と南部戦線で反転攻勢に出て、東部戦線ではウクライナ第2の都市ハルキウ市を含むハルキウ州の全土を奪還しつつあり、ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州で激戦が続いているよ。一方で南部戦線においては、ヘルソン州を流れるドニプロ川西岸地域に展開して州都ヘルソン市を占領していたロシア軍をドニプロ川の東岸に撤退させた後、ドニプロ川東岸地域から一気にヘルソン州を取り戻してクリミア半島の奪還を目標に掲げて、中南部のザポリージャ州の奪還を目指して準備を進めていたぜ。ウクライナ軍の反転攻勢に押され君のプーチン大統領は、東部のドネツク州とルハンシク州でそれぞれ親ロシア派武装勢力が独立国家宣言をした。ドネツク人民共和国とルハンシク人民共和国を承認した上でロシア連邦に併合し、南部のザポリージャ州とヘルソン州もロシア領として併合したが、ドネツク州の他は全てを制圧することができないまま、当然、国際社会もロシアの言い分を認めることなく、これら4州はウクライナの領土となっているね。今後、ロシアに占領されている地域の完全な奪還を目指すウクライナ軍の奪還目標が、東部と南部のどちらになるのかについては様々な見解があり、9月の反転攻勢の際に南部ヘルソン州で反転攻勢をかけると言われていたんだ。しかし、東部ハルキウ州を電撃的に奪還した経緯からヘルソン州からクリミア半島を狙うと見せかけながら、やはり東部のドネツク州を狙っているのではないか?という意見や、東部ドンバスでは現状以上にロシア軍が攻勢に出る戦力はないため、ドネツク州のバフムートなどで反攻に転じると見せかけながら防御に徹して、ヘルソン州のドニプロ川を溶かしてヘルソン州を奪還した後にクリミア半島を孤立させる可能性が高いとする見方が高まっているみたい。または、ドンバス地方もヘルソン州も陽動作戦に過ぎず、ここを奪還することでドンバス地方とヘルソン州との補給絡を断つことができる。ザポリージャ州のメリトポリ奪還が狙いだとする見方が高まりつつある中、12月13日にメリトポリ市内で大爆発が起きたとして、ロシア側が任命した行政府のエフゲニー・バリツキー知事がテレグラムに戦況を投稿していたぜ。バリツキー知事の投稿によると、攻撃は高機動ロケット砲システムハイマースのロケット弾によるものとされ、メリトポリ市街地にある民間人も利用するレクリエーション施設に着弾して2人が死亡、10人が負傷したと伝えられたね。しかし、ウクライナ側メリトポリの市長であるイワン・フェドロフ氏は、地元住民からの情報から攻撃されたのはロシア軍部隊が駐留している基地であり、検問所や対空レーダー基地、ロシア連邦保安庁 FSB の拠点などとされており、ロシア兵は約200人が死傷したと伝えたよ。さらにフェドロフ市長はメリトポリ市内に駐留しているロシア軍がパニック状態に陥っているとの情報も伝えており、その詳細は不明だがロシア側とウクライナ側の両方でザポリージャ州メリトポリ市をめぐって、ウクライナ軍の動きが活発化していることを報じていることから、厳冬期を迎えて地面が凍結し始めたこの時期を狙って、ウクライナ軍が一気にメリトポリを奪還するのではないかと見られているんだ。ウクライナ軍がメリトポリを奪還することができれば、ヘルソン州やクリミア半島のロシア軍への陸上補給路を遮断することにつながり、ウクライナのアレストビッチ大統領府長官顧問はメリトポリの奪還によってヘルソン州の南にあるクリミア半島への道が開けると述べ、我が軍がメリトポリへの攻撃を強めていると示唆したよ。12月13日にアメリカのシンクタンク戦争研究所からも、ウクライナ軍はメリトポリ近郊のロシア軍施設への攻撃を強化しており、補給路となっている橋梁の破壊なども行っていると指摘していて、ウクライナ軍の目標がメリトポリ奪還である可能性が高いことを示唆していたね。戦況が少しずつ変化している中、ロシア軍によるウクライナへの無差別インフラ攻撃は終わることなく、14日には首都キーウにイラン製の自爆攻撃型シャヘド136-13機が飛来しており、ウクライナ空軍の防空システムが作動して13機すべて撃墜されたとして、
ゼレンスキー大統領がビデオメッセージでキーウの防空システムが強力であることを強調したが、撃墜したドローンの破片などの一部が市街地に落下して、少なからず被害は出ていたんだ。一般市民に被害が及ぶような真似はしてほしくないけど、ロシアにそんなことを説いても馬の耳に念仏だよね。ウクライナ国内では10月から開始されたロシア軍の巡航ミサイルやドローンによる、民間インフラを狙った国際法に違反する非人道的な攻撃によって全土で停電が発生しており、多くの国民が厳しい冬を迎えてからも暖房が使用できないなど苦しい生活を強いられているんだ。こういった困窮するウクライナ国民に対して、厳しい冬を乗り越えるために必要な緊急支援を協議するための会合が13日にフランスのパリで開催され、46の国と24の国際機関が10億ユーロ約10億5000万ドル、1450億円をはるかに超える緊急支援を確約したよ。この緊急支援を受けることにより、ウクライナ国民のエネルギー支援や医療、食料支援などが回復し、電力不足については大量の発電機などが提供されるほか、電力消費が少ない LED 電球を3000万個以上供与するなど具体的な内容の検討が進められていて、会合にはゼレンスキー大統領がオンラインで参加しており、これらの支援に対して非常に嬉しいニュースであり、感謝していると述べているね。また、ゼレンスキー大統領は12月12日に開催された G7 においても、ウクライナへの支援が検討されたことについて各国首脳に謝意を伝えた後、ウクライナは自由のために戦っていると強調し、ロシアに不当な侵略をやめさせるには軍事復興外交の3つの側面における、西側諸国の支援の継続が必要不可欠だと指摘して、自由主義陣営が結束を示すための特別サミットを開催すべきであるという提案を示したんだ。確かに西側諸国では長期化した侵略戦争に対して支援疲れを見せる国も出てきており、ウクライナとしては国家存続のための生命線である西側諸国からの支援を継続させるため、その重要性を改めて訴えて支援疲れが広がることを防ぎたいとの思惑があるんだろうな。G7 においては首脳会議が終了した後にウクライナへの揺るぎない支援と団結を再確認するという声明を発表しており、ウクライナのインフラ復旧や防空能力の向上に協力することを明らかにしたほか、プーチン大統領の責任を問うことを強調し、核兵器の使用をほのめかすロシアの脅迫に対しても非難し、一刻も早く侵略を終結させるように呼びかけたよ。日本の岸田首相は G7 から帰国した後の12月14日に、ウクライナのコルスンスキー駐日大使やウクライナ支援活動を実施している、超党派議員連盟のメンバーらと総理大臣官邸で面会をしており、議員連盟からディーゼル発電機4台を寄贈すると、コルスンスキー大使に伝え日本はオールジャパンでウクライナ支援を行うため、この取り組みを後押ししていくと述べ、政府もさらなる越冬支援を進めていく考えを示したね。一方ロシア政府は、西側諸国がこういったウクライナ支援で結束を強めていることに対抗するため、12月30日にプーチン大統領は中国の習近平国家主席とビデオ会談を行い、両国の関係は安定化の要因として重要性を増しているため、軍事協力の深化も目指すと述べたぜ。これに対して習国家主席は困難な世界情勢を踏まえ、中国はロシアとの戦略的協力を拡大する用意をしているが、ウクライナは平行省への道のりは平坦なものではない。あくまでも中国は客観かつ公正な姿勢を維持すると述べていたよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月10日の夜、ウクライナにおいてロシアが2014年に一方的に併合した、クリミア半島北部ジャンコイ近郊にあるロシア軍宿舎で、ロシア軍部隊の兵舎に大規模な火災が発生して兵士2人が死亡したとして、ウクライナのメディアが報じているよ。それによると12月10日夜にジャンコイから南東約 15km にあるソビエツキーに設営されていたロシア軍兵舎で火災が発生し、兵士2人が死亡して施設にいた約200人が避難したとされているな。このロシア軍兵舎には9月の部分的動員令で招集された200人以上の予備役動員兵が駐留していたみたいだね。
さて今回は、クリミア半島のロシア軍施設での火災について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この火災についてウクライナの一部のメディアでは、火災はドローン攻撃によるものであるとして報道し、ロシア側が設置したクリミア共和国の悪書の不死鳥はドローン攻撃はウクライナ側のフェイクニュースとしながらも、SNS 上で10日にクリミア半島中部にあるシンフェロポリで防空システムが作動したとして、住民に対してドローン攻撃に対して平静に対応するようにとの呼びかけを投稿しているんだ。しかしながら、このロシア軍宿舎の火災について、クリミア半島の先住民族であるタタール人とウクライナ人がパルチザンとして活動している反ロシア団体の当て氏が、ロシア軍宿舎の火災は計画的な放火である主張する声明を出し、この先もパルチザン活動によって、クリミア半島のロシア軍を内部から崩壊させ続けるとの警告を発しているみたい。クリミア半島は、ウクライナ南部ヘルソン州に繋がった形で黒海の北岸に突き出た半島で、26,844 平方キロメートルの面積に、235万3,100 人の人口を持ち、地政学的に黒海を支配する重要な要衝として、古代から様々な民族が争う土地であり、15世紀にオスマン帝国の属国としてクリミア半国が成立し、18世紀にロシア帝国に併合され、このクリミア半国の住民であったのが、8世紀頃にクリミア半島に流入していたチュルク系ムスリム住民を起源とするクリミアタタール人なんだって。1917年に勃発したロシア内戦において、クリミア半島は反革命側の白軍に占拠されていたが、白軍が赤軍によって駆逐された後に、クリミアはソビエト連邦の一部となり、1921年にはクリミア自治ソビエト社会主義共和国が置かれ、ナチスドイツの占領下にあったね。クリミアの戦い1941年から1942年では、クリミアタタール人の多くが赤軍として参加させられたんだけど、1944年にクリミアタタール人はナチスドイツに協力したとの嫌疑をスターリンによってかけられたため、約20万人が中央アジアやシベリアに強制移住を命じられ、その過程において多数の住民が命を落としており、このことはクリミアタタール人追放として、現在においても、クリミアタタール人の心に深く刻まれていて、彼らの反ソ連、反ロシア思想の源になっているよ。スターリンが死去した後の1967年にクリミアタタール人のシベリア追放措置は解除され、彼らへのクリミアへの帰還運動が開始されたな。1991年にはソ連邦内に居住しているすべてのクリミアタタール人から代議員が選出されて、最高意思決定機関としてクリミアタタール民族大会クルルタイが開催され、タタール人のクリミアへの帰還が進められることとなり、クルルタイはそのための常設機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスを設置したよ。2014年にクリミア危機が起こり、ロシアが一方的にクリミア半島をロシア領として編入したが、国際社会とウクライナはそれを認めず現在も係争状態にあり、メジュリスもまたロシア編入を認めておらず、ロシアがウクライナに侵攻した際にはクリミア半島はウクライナ領であるとの声明を発出して、ウクライナへの支持を表明していたんだ。クリミア半島では8月にも海軍航空隊基地やセバストポリ軍港の海軍司令部などがドローンによると見られる攻撃を受けるなど、パルチザンによる活動が盛んで、今回声明を発したタタール人による当て氏を含めて3つのパルチザン組織があり、およそ100人のパルチザンが潜伏していると言われているね。内部に工作員がいるとなれば、ロシアもうかうかしていられないよね。一気に総崩れになる可能性もあるんだし。クリミア半島で現在ロシア軍が使用している基地はすべてウクライナ軍が使用していたものであるため、位置や基地内の配置などすべての情報を持っているほか、ロシア軍基地に出入りしている協力者によって常に最新情報が提供されているらしいな。そのパルチザン組織にはウクライナ軍がドローンなどの兵器を提供し、攻撃目標などの指示を出しているとされ、ウクライナ軍と緊密な連携を保っているとされているぜ。ウクライナのゼレンスキー政権でクリミア問題担当のタミラ・タシェワ大統領府代表は、ウクライナ政府としてはパルチザンへの関与についてのコメントは控えながらも、
ウクライナは国際法に従ってロシアによる不当な侵略戦争を戦っているとした上で、ウクライナは決して民間施設を攻撃したりせず、クリミア半島における火災や爆発が起こった施設もまた全てが軍事施設であることに大きな意味があるとして、パルチザンも含めて国際法を遵守していることを強調しているよ。確かにウクライナ側は国際的に批判を受けるような行いを避けているよね。まあ支援のもと戦えているわけだから、世界から信頼を失うようなことはできないだろうし。そうだね。パルチザンとは占領された地域への支配に抵抗するため、地元市民が結成する軍事的組織のことを指し、ウクライナでもこれまでにロシア軍に占領された町それぞれに何らかのパルチザン組織が結成されロシア軍への抵抗を示しているとされているよ。これに参加する住民の多くは、侵略してきたロシア軍によって家族や友人を非道な方法で殺され、町や他の住民を守るために抵抗を続けているんだって。パルチザンの戦闘とは、正規軍と違って敵と正面から戦うのではなく、地下に潜んだ上でのゲリラ戦、将校や兵士の暗殺、軍事施設の爆破などによって敵の後方を撹乱するものであるが、パルチザンとはそもそも旧ソ連がナチスドイツに侵略された際に、侵略者であるドイツ軍に抵抗した民間人を指して呼んだものであり、そのパルチザンが旧ソ連の流れを汲むロシア連邦軍を苦しめていることは皮肉な話だよな。先日ウクライナ軍が州都ヘルソンを奪還したヘルソン州においては、ロシア軍が撤退する以前からパルチザンによってロシア軍の補給路が遮断されていたとされ、ウクライナ軍特殊部隊との共同によってロシア軍を苦しめていたとされ、高機動ロケット砲システムハイマースが配備されてからは、その標的となるロシア軍の弾薬庫や兵舎、司令部などの位置情報をパルチザンがウクライナ軍に提供していたんだ。これによってハイマースから発射する効果で貴重な GPS 精密誘導ロケット弾を無駄にすることなく、確実にドニプロ川東岸にあるロシア軍の兵站集積施設や補給路などへのピンポイント攻撃に運用できたとされているね。ウクライナにおいてパルチザンがロシア軍を苦しめる存在であることは疑いがないが、その活躍の源となっているのは、祖国を守る大義によって戦うパルチザンと、ウクライナを侵略する理由もよくわからずに連れてこられたロシア兵との士気の差だけではなく、パルチザンの教科書の存在があったことが大きいとの指摘があるぜ。このゲリラ戦のお手本を記したとされる教科書は、2013年にアメリカ軍の特殊部隊が体系化した抵抗活動戦略 ROC と呼ばれる300ページにも上る冊子のことだな。この教科書には、道路標識を付け替えたり、撤去したりして敵軍を混乱させることや、道にガラスを巻いて軍用トラックなどの通行を阻止することや、ゲリラ戦のやり方が詳しく書かれているみたいだね。ウクライナはロシアが侵略する以前から、この ROC を元にマニュアル化して行政機関や個人に対しても、侵略を受けた際にすべきことを周知させて準備を進めていたんだって。日本のインターネット上ではウクライナにおけるパルチザンの活躍を受けて、ROC などのウクライナによる取り組みを日本は見習い、国民の国防意識を高めるべきであるとの意見が広がりつつあるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。反攻を強めているウクライナ軍がウクライナ南部ザポロジエ州のロシア軍拠点の弾薬庫を2カ所撃破したほか、自走砲2両を爆破したことが明らかにされたよ。冬将軍の到来で戦況は膠着状態になると予想されていたが、ウクライナ軍は、逆に後期と捉えて大攻勢をかけ、ハイマースなども使用してロシア軍を圧倒しているようだな。冬を味方につけて戦うのはロシアだけの専売特許じゃないってわけだね。さて今回は、ザポロジエロ軍拠点にウクライナ軍が総攻撃を仕掛けていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年12月15日にウクライナ中南部のザポリージャ州にあるロシア軍の拠点に対して大規模な砲撃を加え、ロシア軍の弾薬庫2カ所の他に2両の自走砲を破壊したとウクライナ参謀本部が発表したよ。この砲撃を見て世界中の専門家やメディアは、ウクライナ軍がここから先、
ザポリージャ州において反転攻勢に力を注ぐための準備とする意味合いがあるのではないかとの見方が強まっているみたい。ウクライナ軍は9月に反攻を開始して以来、北東部ハルキウ州を大きく奪還して東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州でもその勢いに乗ったところだけど、ルハンシク州では前進速度が遅くなっており、逆にバフムートにおいてロシア軍の攻勢に苦しむ展開となっているね。そして南部戦線においては、11月にヘルソン州の州都であるヘルソン市を含むドニプロ川西岸を奪還したものの、東岸にわたって防御を固めているであろうロシア軍に対して、ウクライナ軍の現状では正面突破の渡河作戦を実施する余裕がないと指摘されているよ。一時はヘルソン市の対岸やドニプロ川下流のキンバーンサスなどに特殊部隊を上陸させた後、渡河作戦の実施可能性を検討していたのではないかと見られる動きはあったのだが、結局のところ両岸から砲撃合戦となっていて、膠着状態が続いているぜ。ウクライナはヘルソン州の奪還の波に乗って、2014年の一方的に併合されたクリミア半島の奪還を悲願としているけど、このままではドニプロ川を挟んで膠着状態がさらに続くこととなり、その間にロシア軍に防御線を固められてしまうと手も足も出なくなり、ヘルソン州を割譲しなければならなくなる事態に陥るかもしれないよ。ヘルソン州の北隣に位置するザポリージャ州では、ドニプロ川に架かる橋がある州都ザポリージャをウクライナ軍が抑えているため、ここを拠点として同州を南下してメリトポリを奪還することができるんだ。これでメリトポリを奪還することに成功すれば、ロシア本土から東部ドンバス地方を通じてヘルソン州やクリミア半島にまたがる補給路を抑えることになり、ヘルソン州のドニプロ川東岸に展開するロシア軍の補給を遮断しながら攻勢を仕掛けることが可能となり、北側からヘルソン州全土を奪還した勢いでクリミア半島の奪還までの道筋が見えてくるだろうね。東部ドンバス地方においては、ウクライナ軍が防衛しているドネツク州のバフムートに対して、ロシア軍が攻勢をかけて一部の部隊が市街地に入ったとの情報も流れているが、激戦が続いていることに変わりはないよ。ロシア軍がバフムートを制圧後、そこを拠点としてさらに西のスラビャンスクやクラマトルスクなどの都市を攻略して、ドネツク州の大部分を支配しようと企んでいると思われ、この半年以上の間で執拗にバフムートを攻撃しているんだ。ウクライナ軍がバフムートに地下要塞を築いたとの情報もあるけど、要は徹底抗戦の構えを見せており、西側諸国の軍事専門家などの間では、バフムートにロシア軍の主力部隊を引きつけておきながら、ザポリージャ州のメリトポリを奪還しようとする作戦ではないかと見られているね。このメリトポリでは15日にロシア軍にとって重要な補給路として使用する道路橋で爆発が起き、橋が陥没したような様子をおそらく監視カメラで撮影された動画として SNS などオンライン上に流出していて、この動画はメリトポリのロシア側が指名した行政当局者からの情報であると述べられているよ。ウクライナ側のメリトポリ市長であるフェドロフ市長は、爆発が起きた橋は戦略的に重要な経路の一つであるとして、同市の新ロシア派当局者は橋がメリトポリからザポリージャ州の各都市や南部ヘルソン州の占領地に対して食料や医薬品、建設資材などを運ぶ重要な補給ルートになっていると述べているね。この橋はメリトポリの東のザポリージャ州ペルジャンスクや東部ドネツク州において、アゾフ連隊が製鉄所に籠城してロシア軍と激戦を繰り広げたマリウポリにも繋がっており、さらにロシア本土にも通ずるアゾフ海沿岸にあって M14 と呼ばれている幹線道路上の重要な橋だな。ロシア側の行政当局者によると、橋の破壊には TNT 爆破薬が使われた IED が2個使用されていて、鉄筋コンクリートの橋脚が2箇所破壊されたとしているが、この橋を使用して運ばれている貨物などへの影響は少なく、さほど重要な橋梁ではないと語っていたよ。それからペルジャンスクに配置されているロシア側の行政責任者によると、同市において14日にウクライナ側と思われる破壊工作員が変電所を爆破したため、1万戸以上が停電になってしまったと述べているね。このようにザポリージャ州内では、ここ数週間にわたってウクライナ軍によるミサイル攻撃や、特殊部隊の工作員などの破壊活動が急増していて、
この他にもメリトポリ市内のロシア軍司令部の爆破やザポリージャ州内のエネルホダルやトクマクなどにもウクライナ軍による攻撃があり、多数のロシア軍兵士が戦死負傷したと報じられたんだ。12月に入ってからウクライナでは氷点下の気温が続き、これまでぬかる道となっていた路面が凍結してきて、両軍ともに戦車などの戦闘車両の行動が可能となることから、昨年末には戦況が大きく動き出すと予測する西側の軍事ジャーナリストが増えていたけど、その中には増員されたロシア軍が大攻勢をかけると主張している日本人ジャーナリストがいて、12月10日から19日までの間に54万人のロシア軍が全面攻勢をかけるとの持論を展開していたよ。侵略が開始された2月24日以降、多大な戦死傷者を出していると言われるロシア軍が、追加動員によって近々その規模が54万人にも上るという見方を示す軍事ジャーナリストは他にも存在しており、ロシアの国勢からしてそれが実現する可能性は非常に高くなっているな。ただし、そのうちの30万から40万人は9月以降に反強制的に動員された新兵で構成され、訓練を施されたとしても、にわか仕込みの3ヶ月では敬礼などの基本教練ができるようになって、自動小銃の扱い方をようやく覚えた程度の練度だと思うぜ。ロシアのことだからどれだけ動員しても練度が伴っていないことは容易に予想できるよね。戦車や榴弾砲、多連装ロケット砲などを運用できるレベルまでは至らず、単に塹壕を掘って命令があればウラー万歳と叫んで突撃するくらいが関の山の兵士たちだな。いくらウクライナ軍に数で勝っていても、アメリカなど NATO 諸国で最新兵器を運用するレベルまでに達したウクライナ軍に対して有効な戦力とはならないよね。しかもロシア新兵に供与される自動小銃は、40年以上も倉庫に保管されていて錆びついたものもある旧式のものばかりらしく、現在のロシア正規軍が使用している自動小銃とは口径が違うため、弾薬が共有できないことから新兵用の小銃に装填する弾丸が足りなくて、銃剣で突撃しなければならない部隊があると言われるくらいなんだ。さらに、これからロシアが大攻勢に出ると予想しているジャーナリストは、ロシア軍がすでに5000両の戦車を前線に配備したと主張しているんだけど、その戦車はおそらく保管在庫の鉄くずのような旧式の T62 であると見られ、果たしてどれほどの戦力になるかは不明だと指摘されているよ。このような情勢の中12月17日までに東部戦線から気になる情報が届いていて、ロシア軍が優勢と言われているバフムートで攻勢を強めているのは、実際にはロシア正規軍ではなく民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊であるとされているんだって。そして、ウクライナ東部ルハンシク州のカディーフカに設置していたワグネルの本部拠点が、ウクライナ軍の高機動ロケット砲システムハイマースの攻撃によって破壊されたとの情報が、ルハンシク州のハイダイ知事によって伝えられたよ。本軍として使っているホテルが破壊されたことにより、中にいたワグネルの兵士たちに大きな損害が出たと言われており、このことによってバフムートの戦闘部隊への補給などにも何らかの影響が出る可能性が指摘されていて、そこで右往左往している間に、ウクライナ軍がザポリージャ州で攻勢をかけるとの見方が真実味を帯びてきているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2月の開戦時は圧倒的にロシア有利と思われていたウクライナ戦争だけど、西側諸国からの兵器供与を受けたウクライナが徐々に盛り返し、ロシア軍劣勢とも囁かれているよね。そんな中、ロシア南部ベルゴロド州にウクライナ軍が攻撃を仕掛け、集合住宅と弾薬庫が破壊したという情報をゲットしたよ。ロシア軍はウクライナ軍の砲撃と主張しているが、ロシア軍の質の悪い砲弾が方向を誤って自国領内に落ちたのかもという意見もあるようだな。ロシア軍のやることだから、自作自演でウクライナの攻撃と見せかけるような行動も頷けちゃうよね。さて今回は、ベルゴロド州の弾薬庫と集合住宅への砲撃について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。10月13日、ロシア南部ウクライナ国境に近いベルゴロド州のグラトコフ知事がメッセージアプリのテレグラム上に、
ウクライナ軍の砲撃によって弾薬庫で火災が発生し集合住宅などが破壊されたという記事をアップしたよ。その内容だけど、ウクライナ軍がベルゴロドを砲撃し、グブキン通りの集合住宅が破壊されたというもので、攻撃を受けた詳しい場所だけど、ベルゴロド市近郊のクラスノエという集落の学校の校庭付近だったそうで、不幸中の幸いというべきか、生徒たちは自宅でのオンライン授業を受けていたため、死傷者は出なかったということみたい。グラトコフ知事はそれ以後もテレグラムへ投稿していて、ベルゴロド州内の弾薬庫がウクライナの砲撃によって爆発したため、火災が発生したという情報もアップしており、こちらも幸いなことに村民は避難していたので、死傷者は皆無だったらしいよ。知事は前からベルゴロドがウクライナ軍の砲撃を受けているとテレグラムに幾度となく投稿していて、この数日前にはウクライナ軍の電力施設への砲撃によって、一時的に停電が発生し、約2000人に影響が出たと投稿したけど、ウクライナ側はこの砲撃については全面的に関与を否定しているみたい。ではウクライナはどういう対応だったの？ポドリャク大統領府顧問は前日のベルゴロド州知事の主張を否定すると同時に、ロシア軍はハルキウを砲撃しようとしたが、何らかの不具合が起こったため失敗したのだろうという見解を示したんだけど、この点に関しても現在のところ詳細は伝えられていないんだ。地理的に見るとベルゴロド市とハルキウ市との距離は国境を挟んでたったの 60km ほどで、ウクライナ側の国境付近からの攻撃を考えると、一躍有名になったハイマースを使わなくても、榴弾砲による通常砲弾でも攻撃できる近さなんだよね。しかし東部戦線のウクライナ軍はハルキウ州奪還を、ベルゴロドをスルーして、ルハンシク州のスパトボ方面やバフムートの攻防戦に兵力を集中していて、つまりベルゴロドはドンバス地方のロシア軍補給線から外れたことになるから、わざわざその街を攻撃する必要はないのではという意見もあるみたい。要するに、戦争に直接関わらない場所を攻撃して砲弾や人力を消費する必要はないということだよ。費用対効果を考えることも、戦時には必要不可欠だもんね。となると、ベルゴロド砲撃はロシアによる自作自演の偽旗作戦ではないのかという意見が出てきていて、ネット掲示板や SNS などでは、ベルゴロドが炎上している映像や画像に対して本当にこれがベルゴロドの様子としたら、砲撃のせいというには火災が小規模すぎるといった突っ込み指摘もあるみたいで、やはりロシアの自作自演かパルチザン的活動、あるいはロシア国内の反プーチン政権勢力によるものではないかという推理も出ていると聞くよ。東部戦線の様子を見ると、ウクライナ軍がまさに電撃的にハルキウ州ほぼ全土奪還後にはルハンシク州のスバトボ方面、ドネツク州の北部リマンを奪還しており、その後はスラビャンスクやクラマトルスクを拠点にドネツク州北部の要衝バフムートまで進軍し、ルハンシク南部のリシチャンシクやセベロドネツクの奪還までも伺う動きを見せたんだ。しかし、ロシア軍は以前からドネツク州の完全制圧を目指し、その一歩としてスラビャンスクとクラマトルスクの制圧を目的にしていたので、道筋にあるバフムート近郊では両軍がぶつかり、激戦が展開されていたみたい。これについてはゼレンスキー大統領がドンバス地方の我が軍はバフムート方面で陣地を維持しているが、厳しい戦闘を展開していると言ったので、改めて事実が明らかになっているよ。その状況下で、13日には東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力がバフムート近郊の2つの集落を掌握したという発表があり、ウクライナ軍優勢と見られている中で、ロシア側がここで唯一支配地域を広げたということになるかもね。また、この地域にはプーチンの私兵とも称されるロシアの民間軍事組織ワグネルの部隊も配備されており、プーチンとも親しいと言われるワグネルの社長は、恩赦を餌に囚人を兵士として戦地へ借り出していると言われていて、訓練もろくろくされず、生きられるということだけで戦場へ行った人間が果たして戦力として役立つものか、甚だ疑問だな。相手側のウクライナの被害も心配されるところだよね。付け焼き場の兵士たちも心もとないのだが、肝心のドンバス地方のロシア正規軍は敗退し続けているらしいと言われているからな。新ロシア派武装勢力やワグネルがバフムートを制圧できたと仮定しても、制圧からさほど時間を置かずウクライナ軍が包囲し、
これらの兵士たちは補給路を断たれる可能性も高いと推理されているぜ。戦場周辺のロシア正規軍の士気は乏しく、兵力も少ないことは無視できないファクターで、簡単に言えば逆にロシア正規軍が新ロシア派武装勢力の足を引っ張りかねない状況だもんな。西側のメディアや軍事ジャーナリストなどの推測ではバフムートにこだわるとロシアは、戦意の高い貴重な兵力新ロシア派武装勢力や民間軍事組織などを失うことになりかねないと公言しているよ。もともとウクライナは1991年に崩壊した旧ソ連の構成国の中でも一番面積も広く、強力な国で、旧ソ連とのつながりも深かったウクライナには旧ソ連に愛席を抱いている人も当然多かっただろうし、その思いが高じて、ウクライナから独立してロシアに入りたいと願う人間が多くなったとしても不思議はないよね。新ロシア派勢力にとっては、ロシア支配下のクリミアや制圧した地域こそ新しい祖国と考えているだろうし、となると、ウクライナ軍が東部や南部を奪還したら祖国を失うことになるわけだから、反ウクライナの士気は最も高いと考えられていて、実際、現在のロシア軍の中では新ロシア派武装勢力が一番強敵と言われているみたい。一方、南部のヘルソン州では東部と違い、新ロシア派の力はそれほど強くないし、戦力もほとんどないそうだから、ウクライナ軍の反攻に負けて撤退を続けるロシア軍への不満が溜まっているらしいとも聞こえてくるよ。ヘルソン州の新ロシア派幹部で自称副知事のストレモウソフ氏は通信アプリテレグラムにビデオメッセージを投稿。ロシア軍への不満をぶちまけていて、ロシア軍の敗走が続いていることに多数の人が仮に自分が今国防省だったら、自殺してもおかしくないと言っていると述べ、ロシアのショイグ国防省の責任を責めているような発言をしているね。ロシア軍中枢への責任追及については他の国にも動きがあるようで、ロシアの南にあるチェチェン共和国はウクライナ戦争に私兵部隊を派遣しているんだけど、ここの主張も東部戦線のロシア軍の戦略の稚拙さを批判。私がロシアの国防省なら、無能な司令官の恥を拭わせるため銃を与えて最前線に送り出すだろうという発言をして強く批判したよ。アメリカのシンクタンク戦争研究所の発表によると、ロシアのウクライナ侵略は首都キーウ攻略失敗、軍事作戦の失敗、ロシア国内で高まる部分的動員令への批判などを受け、プーチン大統領はそれらの責任を国防省などに押し付けて自分自身への追及を逃れようとする可能性があるんだって。その上で、国防省をこれからもスケープゴートとして利用するために、現時点ではショイグ国防省の解任を引き延ばし、いざとなったら全ての責任を負わせて解任するつもりだろうとプーチン大統領の心理を分析しているよ。このように、一緒に戦う仲間からも呆れられるほどの集大を晒してロシア軍だが、戦況を挽回するため、なりふり構わぬ動員令を出して戦力の補強は継続しているものの、ろくに訓練を受けられないまま、命のやり取りをする最前線に立たされた動員兵の悲惨な状況は続々と伝わってくるぜ。ウクライナ兵士などは戦意のないロシア人にはこの戦いは耐えられないだろうと言っているらしいから、士気の低い寄せ集めの動員兵の多い部隊は軍隊としては全く機能しないと断言しても良いと思うぞ。実はウクライナ軍兵士は、新しく動員されたロシア軍兵士は簡単に区別ができるといい、訓練を満足に受けていないので、銃撃や砲撃から身を隠す方法を知らないまま立ち往生したり、恐怖のあまり集まって移動してしまうので、動員兵はいとも簡単に狙い撃ちできるということなんだって。実際に、ウクライナ軍の前に500人ほどのロシア軍部隊が出現したものの、行動が明らかに新人のものだったので、攻撃すると全員が戦おうとせず、すぐさま逃亡したというエピソードがあるみたい。命を懸けるわけだから、その場しのぎでは役に立たないし、厳しい訓練が必要不可欠だよね。ロシア軍の士気が低いというのはかなり前から言われていたし、その事実に対応するため、ウクライナ国防省はロシア兵向けに行きたいという名前の投降用ホットラインを先月開設したそうで、投降用というのもあからさますぎて驚きだよね。このホットラインはロシアが部分的動員令を発令した後からは相談件数が大幅に増加したと言われていて、ロシア軍の崩壊がいよいよ近づいてきたんじゃないかな。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。